皆さん、今回は、ジェフベゾス、果てなき野望、アマゾンを作った、無敵の記載経営者、という本をご紹介します。この本は、世界最大のオンライン小売業者アマゾンの誕生から、現在に至るまでの驚くべき成長の軌跡と、その創業者、ジェフベゾスの、類いまれな経営手腕を詳細に描いた一冊です。アマゾンがいかにして、書籍のオンライン販売から始まり、今や私たちの生活に欠かせない巨大企業へと成長したのか、 その舞台裏に迫ります。ベゾスの斬新なアイデアと果敢な決断、そして時にコントロバーシルな経営手法まで綿密な取材に基づいて明らかにされています。ぜひ最後までご視聴ください。アマゾンの物語は1994年に遡ります。当時ウォール街で働いていたジェフベゾスはインターネットの急成長に目をつけ、エブリシングストアという構想を抱きます。しかしすぐにそれを実現するのは難しいと判断し、 まずは書籍から始めることにしました。ベゾスの決断の背景には興味深い考え方がありました。後悔最小化理論です。彼は年をとってからインターネットという世界を変える可能性のあるものに挑戦しなかったと後悔するくらいなら、たとえ失敗しても挑戦する方がいいと考えたのです。この考え方は多くの企業家に影響を与え、インターネット企業の伝説となりました。アマゾンの成長は驚異的でした。 1996年には月に30%から40%も売り上げが伸び、同年にはアフィリエートマーケティングという革新的なプログラムを導入しました。これは他のウェブサイトが Amazon の商品を紹介すると紹介料が入るという仕組みで、後にインターネットマーケティングの一大産業を生み出すことになります。1997年、Amazon はナスダックに上場します。 この時期、既存の大手書店チェーンである、バーンズノーブルとの激しい競争が始まります。しかし、ベゾスは顧客に集中するという方針を貫き、結果的に、バーンズノーブルのオンライン事業は失敗に終わりました。2000年から2001年のドットコムダブル崩壊の際も、アマゾンは生き残りました。この危機を乗り越えた後、ベゾスの経営スタイルがより鮮明になります。彼は時に厳しく部下を叱責し、君は物草なのかい それとも、単に無能なのかい、といった言葉を投げかけることもありました。しかし、彼の指摘はいつも的確で、多くの幹部が去っていく中でも、アマゾンは成長を続けました。ベゾスの経営哲学の革新は、顧客第一主義です。例えば、ハリーポッターの新刊を40%引きで販売し、一冊あたり損失が出る条件でも、25万冊以上の注文を受けました。目先の損失よりも、 顧客との長期的な関係を重視する姿勢が現れています。アマゾンの成長は書籍販売にとどまりません。2006年には、クラウドコンピューティングサービス、アマゾンウェブサービス、AWS を立ち上げます。これにより、アマゾンは小売業からテクノロジー企業へと進化を遂げました。AWS の価格戦略も興味深く、意図的に低価格に設定することで、多くのスタートアップ企業を引き付け、競合他社の参入を遅らせることに成功しています。 2007年には電子書籍リーダー、kindle を発表します。これは出版業界に大きな衝撃を与えました。amazon は出版社に圧力をかけ、新刊書のデジタル版を9.99ドルの均一価格で販売するという戦略を取りました。この戦略は出版業界から猛反発を受けましたが、 結果的に、アマゾンの影響力をさらに強めることになりました。本書は、アマゾンの成功の裏に隠された戦略や、ベゾスの独特な経営哲学を明らかにしています。例えば、ガゼルプロジェクトと呼ばれる交渉戦略では、アマゾンへの依存度が高い出版社を弱いところから、順に交渉していくという、まさに、チーターがガゼルに近づくような戦略をとっていたことが描かれています。また、ベゾスのスティーブ・ジョブズの失敗を繰り返さないという考え方も、 興味深いです。iPhone の高い利益率が競合他社を引き寄せたことを失敗と捉え、AWS ではあえて低価格戦略を取ったのです。本書は500ページを超える対策ですが、Amazon の買収劇やベゾスの宇宙事業など興味深いエピソードが満載です。Amazon の成功の秘密やベゾスの経営哲学を学びたい方、起業家を目指す方、そして現代のビジネス界の最前線を知りたい方にとって必読の一冊と言えるでしょう。 アマゾンは私たちの生活に深く浸透し、もはやアマゾン化されるという言葉まで生まれるほどの影響力を持つに至りました。この本を読むことで私たちが日常的に利用しているサービスの裏側にある壮大なビジョンと緻密な戦略を知ることができます。ジェフ・ベゾスの果てなき野望は単なる企業の成功端を超えて21世紀のビジネスのあり方やテクノロジーが社会をどのように変えていくのかを考えさせてくれる、思想に富んだ内容となっています。 この本を読めば Amazon のワンクリックやレコメンド機能といった私たちの購買行動を変えた革新的なサービスがどのように生まれたのかその背景も理解できるでしょう。そしてどんなに損失を出しても顧客中心に考えるベゾスの思考法はビジネスパーソンにとって大いに参考になるはずです。本書は現代のビジネス界を理解する上で欠かせない一冊です。 アマゾンの過去、現在、そして未来を知ることで私たちの生活がこれからどのように変わっていくのか、その展望も見えてくるかもしれません。ぜひ皆さんも手に取って読んでみてください。きっと新しい発見や気づきがあるはずです。